はい、どうも、ロギです。私、猫を飼っていまして、まあ、ドラヤちゃん、ピカちゃん、トムちゃん、3匹、オスなんだけど、います。で、猫の見分けはついてるのよ。はい。で、このワールドに、この世界で今、猫ちゃんのイカちゃんが来てるみたいなので、そのイカちゃんを当てに行こうかなと思います。よろしくお願いします。こんにちは。なんか猫の鳴き声聞こえる気がする。こんにちは。にゃんにゃん言ってる。こんにちは。あ、こんにちは。君も？君タコか？タコだな。イカちゃんとタコちゃんと、あとなんだ？イカちゃんか。なんか恥ずかしがってるか。人見知りかな？あ、でも待って、なんか肉球、あれ肉球ないか？この子。肉球ついてるぞ、この猫ちゃんなのか。猫ちゃん以外はね、カンガルーとモモンガがいるらしい。あ、ヒョウ柄だ、ヒョウ柄。猫っぽいね、なんか。人懐っこいぞ、この猫。まあ、俺の知ってる猫ちゃんはね、寝てたらね、向こうから寄ってくるんだよね。俺が寝てたら。寝てくる子かな、やっぱ。誰が一番最初来るか。俺寝てたら、いつも寝室にね、猫ちゃん入ってきてね。一緒に寝てくれる枕元で。誰が来るかな？来た。一緒に寝てくれた。一緒に寝てくれた。あ、来た。一匹なんか、すげえぶっ通し。あ、でも二人来た。ちょっと待って。どれがどの猫ちゃんかわかんなくなっちゃう。今来てくれたのは誰だ？あ、ヒョウ柄が近くに来てくれた。猫ちゃんはね、高いとこが好きなんだよね。だから多分ここの、この棒の上に一番最初に立った猫ちゃんが多分猫ちゃんなんだろうな。あれこれタコだと思ってたけどイカちゃんじゃん。ずっとタコだと思ってたけどイカだった。誰が一番最初に立つかな。いた。あ、いた。来た。あ、来た。この猫ちゃん来た。この猫ちゃんってもう、格好が猫ちゃんじゃない。あ、降りた。あ、次の猫ちゃん来た。ああ、落ちた。どんくさいな。猫はそんなどんくさくないんだけどな。ああ、落ちた。みんなどんくさいぞ、あれ。俺の知ってる猫ちゃんはね、足が速いんだよ。猫って足速いから、一番足が速く、うなちゃんのとこまで来た子が猫ちゃんかな。誰が猫ちゃんだろうな。来るかな。誰が来るかな。転がってきた。めっちゃ転がってきた。誰かわかんない。みんな転がってきたぞ。あー、落ちちゃった。あー、危ない。猫危ない。はい、ということで、猫ちゃんを判別する試験は今終了しまして、わかったみんな。俺何もわかんなかったんだけど。どれが猫だろう。まあ、寝床に一番早く来てくれたのはこの子な気がするんだよな。だから、ちょっと猫っぽさある熊の目見つけてね。ちょっと猫っぽさもあります。まあでも、この子は、なんか、見た目がまず肉牛でもないし、トラっぽくもない。ヒョウっぽくもないから、この子が、違うんじゃないかなと思って、一回倒して名前見ますね。この子は多分、猫じゃない。はい。あ、カンガルー。違う。よし。二人とも自分が猫だって言って。猫そんな頭ガンガンしないだろ。もうこれ勘だな。待って、猫が暴れてるうちの本物の猫が暴れてる。カーテンよじ登っとる。待って。やめて。よじ登んないで。危ないよ。危ない。君、今カーテンよじ登ろうとした？今リアルの猫ちゃんのよじ登ってたから。なんかよじ登ろうとしたよね。ってことはこっちが猫じゃない。そういうことだ。行くぞ！みんなわかった！
はぁ、あ、やった当た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 った、モモンガル当たった当たった、猫当てた、最後の決め手カーテンよじ登るかどうかだった。やったやった。